関東バス、武蔵野営業所。関東バス、武蔵野営業所は、東京都武蔵野市緑町に位置する、関東バスの営業所である。武蔵野市を中心に、三鷹市、西東京市、小金井市、小平市と練馬区を営業区域とする。営業所のほか、600メートル離れた第五小学校、停留所付近に車庫を有している。関東バスで最初に3。 扉車が導入された営業所であり、最後の3、扉車が在籍している営業所でもある。一部系統は、運賃自己申告制のため、乗車時に運転士に行き先を告げて、所定の料金を払う。吉祥寺駅を起点に、五日市街道を西へ向かう主力路線。終戦後、吉祥寺営業所、当時の開設から運行を続けている歴史の古い路線。 深夜バスの設定も早期に実施され、1958年に吉祥寺駅発24時として運行を続けている。五日市街道の渋滞により定時運行ができなくなることも少なくない路線だが、沿線に整形学園や武蔵野大学、武蔵野市役所などを抱えることから本数は減らされず、運行開始から一貫して営業所管内の主力路線の地位を守っている。 主力は、基地53と基地73で、前者は営業所、武蔵野住宅経由で、西部新宿線西部柳沢駅へ向かう。後者は、武蔵野大学、柳橋を経由して、西東京市南部の向江大町五丁目へ向かう路線で、1982年6月に、桜堤三丁目から向江大町五丁目まで、延伸した。向江大町五丁目付近では、 循環経路となる。2016年11月29日のダイヤ改正で一部が、基地73、基地75に振り返られ、平日は減便された。整形学園で折り返す、基地50は、整形学園の学生を輸送するため、平日朝、夕を中心に多数運行されるが、土曜は3往復のみで被災実は運転されない。全便が、 学級ダイヤの対象で休校日は全便運休となる。成形学園で入試が行われる際は、臨時の直通バスが運転される。2016年11月29日のダイヤ改正で、朝の時間帯は成形学園方面のみ途中無停車の直行便に変更された。吉五十一は、武蔵野営業所への出入コロ線で、吉祥時線で最も遅くまで運転される。 2008年から吉祥寺方面を市民文化会館前停留所から営業運転を開始する。出庫路線は表示機に系統番号が表示されない。吉52は営業所武蔵野住宅を経由して電通裏に至る路線で1986年に終点を東伏見から変更した。かつては毎時運行を行っていたがダイヤ改正によって1日1便まで。 大幅に減便された。電通裏というバス停名は、NTT 武蔵野研究開発センター、旧電気通信研究所の裏手という意味から来ている。2001年1月16日、利用客が定着せず不審を続けていた柳中を廃止すると同時に、市役所利返しの基地54を柳沢駅まで延長、基地55として開業した。 基地54は2006年2月19日に一度廃止されたが2009年11月2日の改正で復活。復活に伴い市役所医園の利用者が少ない基地55は夕方以降の運行が廃止された。さらに2016年11月29日のダイヤ改正で1日1本まで減便され免許維持路線のような状況になった。基地72は 武蔵野市西部の桜堤団地に至る。終点の桜堤団地は多くの桜の木が植えられているが、武蔵堺駅からの小田急バスが本数を多く運行していることもあり、ダイヤ改正の度に本数が減らされている。2015年現在では、毎時例から一本程度であり、終車もかなり早い。基地74は柳1の廃止を受けて、 赤前西公園への路線がなくなることを防ぐため、基地55と共に新設された。しかし、ほぼ全区間で基地73と並行することもあり、多くの便が学級ダイヤの対象で休校日は朝1便夜2便と大幅に減便される。基地75は2012年9月9日に新設された。ビーガーデン西東京に向かう路線であるが、高35。 堺17とは異なり、休日のみ運行され、吉祥寺へのショッピング客を主な乗客としている。2016年11月29日のダイヤ改正で、平日の運行を開始した。ただし、土曜日は現在も運行されていない。2012年2月15日、八幡玉停留所が、武蔵野八幡宮に、駅前通り停留所が、三ンロ入り口に、 東伏見停留所が、東伏見稲荷神社に改称された。2013年2月15日、八幡町停留所が、武蔵野中央公園へ改称された。2017年2月15日、稲荷神社前停留所、第五小学校、武蔵野営業所に、吉祥寺駅、武蔵野営業所行きのみ停車するようになった。三鷹駅を起点に三鷹通りを、 北浦方面へ北上する便からなる。高レイ1は、三鷹通りが、大梅街道に突き当たる、北浦まで運行し、深夜バスも運行される、三鷹線の最終力路線。高3.04は、西に北梨橋場、多橋は、都と科学館へ至る。高レ4は、休日運行で、科学館休館日は運休となっていたが、2013年11月25日以降は、 期間限定運行となった、花小金井線の花9.10も同様のため、運休期間に科学館への乗り入れる路線は、花バスのみである。高40は、武蔵野市役所の西にある NTT 武蔵野研究開発センターへ向かう便。ラッシュ時を中心に、直通の急行バスが運行される。と、休日は原則運休する。ただし、 NTT 武蔵野研究開発センターの営業日は平日ダイヤで運転する。2012年7月30日より一部便が片方向武蔵野住宅経由の循環路線に変更となった。2012年2月15日、東伏見停留所が東伏見稲荷神社に改称された。高重は出入庫系統で三鷹駅発着路線のすべての出入庫を担当する。 高十一は朝は、第五小学校先回り、夜は、武蔵野住宅先回りで、緑町地区と三鷹駅を結ぶ。経由地が異なるのは、緑町パークタウンと三鷹駅の通勤客を最短で運ぶためである。双方ともに二千十年二月十五日まで、緑町二丁目発着だった。朝に運行される、第五小学校先回り便は二千十三年二月十五日より、 関前三丁目発着となった。関前三丁目、武蔵野中央公園停留所は専用停留所からの発車となる。夜に運行される武蔵野住宅先回り便は2007年4月1日に一度廃止されたが2009年11月2日に復活した。2010年2月15日より行き先が緑町二丁目から八幡町になったが実際には 武蔵野中央公園から再び、武蔵野営業所方面へ向かって続けて運行される。高十三点一号は、営業所、武蔵野住宅を経由し、それぞれ柳沢駅、東伏見駅へ至る。2001年4月1日、東伏見駅、北口ターミナルが完成したのに伴い、駅入口止まりだった高十四を一区間延伸した。2010年5月1日、 富士町4丁目停留所が廃止された。2010年11月16日の改正で、高十五は1日3便まで減便された上、入庫便のみ、東伏見団地東を通らない経路へ変更した。高十五は2013年7月1日より、東伏見稲荷神社東伏見団地間において、新規開通道路を経由したルートに変更となり、全線投資の運賃が変更となった。 高25は1999年6月1日に新設された路線で上水城東の先を右折して伏見通りを北上、電通裏までの運行となっている。出入庫は出庫が市役所経由、入庫は武蔵野中央公園経由で半時計回りとなる。2012年2月25日、東伏見停留所が東伏見稲荷神社に改称された。 2013年2月15日、八幡町停留所が、武蔵野中央公園に改称された。三鷹駅から武蔵野大学経由で、武蔵堺駅、武蔵小金井駅方面を結ぶ。鷹30は、営業所、武蔵野大学を経由して、武蔵堺駅へ至る。武蔵野大学へのアクセスになっているため朝、夕を中心に利用率は高い。鷹33は、 柳橋からさらに西へ進み、小金井橋で小金井街道へ入り武蔵小金井駅へ至る。毎時1から2本の運転で本数は少なかったが、2010年11月の改正後は90分に1本程度にまで減便された。2016年9月1日にダイヤ改正があり、平日土曜ダイヤでは三鷹駅方面の終バス1本が武蔵の営業所止まりに変更された。 高34は、武蔵野大学への直通便。高30、高33と異なり、野頭通り、新武蔵境通りを経由して、休校日は全便運休。往復で経路が異なる。武蔵野大学では、午後に発着する便は、武蔵野大学校内、5番乗り場から発車する2016年11月29日のダイヤ改正で、 午前便の一部が高37に置き換えられた。高35は i h i 旧石川島張間重工業田無工場跡地に建設が進められていた集合住宅商業施設 B ガーデンへの足として2010年11月16日に新設された。この路線の開業により桜包み団地区地から新町5丁目へ向かう路線が13年ぶりに 復活したが、桜堤団地口に停車するのは、三鷹方面のみとなる。2015年8月16日、武蔵坂井駅前バスロータリーの変更に伴い、西武バスと同時に、三鷹駅方面の全路線に、第二小学校停留所を新設したほか、武蔵坂井自動車教習所停留所を移設した。36は、2016年9月1日に、新設され、 平日、土曜ダイヤの早朝を一本のみ運行される。これにより、赤前地区から三鷹駅へ早い時間の利用が可能となった。11月29日のダイヤ改正で、さらに一本追加された。ただし学級期間は運休。高37は2016年11月29日のダイヤ改正で新設された。これまで、高34の直行便だった一部を置き換えている。 2017年2月15日、稲荷神社前停留所、第5小学校、武蔵野営業所に、三鷹駅、武蔵野営業所行きのみ停車するようになった。三鷹駅から東伏見、宝屋駅経由で天神山に向かう。関東側は大型ノンステップ車、西部側はスロープ、板付き大型車で運行される。西部主導のため、停留所も西部バスに合わせていた。 つまり、他の関東バス路線が通過する、稲荷神社、武蔵野営業所第5小学校にも停車したり、現在は、三鷹駅方向のみ他の関東バス路線も停車する。東急ストア、横川入口といった一部停留所は通過、現在は西部も停車していた。ただし、西部バスは乗車方式を、後乗り整理券方式から前乗り人用方式に、 変更している関東バスは運行開始時から前乗り信用方式。2006年10月1日、宝屋駅南口再開発工事の関係で退避所が取れないこととなり、宝屋駅天神山が延伸開業した。2012年2月15日、東伏見停留所が東伏見稲荷神社に、宝屋駅停留所が宝屋駅南口に改称された。 2013年2月15日、八幡町停留所が、武蔵野中央公園に解消された。2013年7月1日に東伏見稲荷、神社法屋庁舎館が新規開業道路を経由した、ルートに変更となった。関東バスでストライキが発生した場合は、西武バスがあるため、全便運休とはならないものの、本数が大幅に減る。 花小金駅を中心に、向かい台町五丁目、武蔵境駅方面と玉六都科学館へ向かう路線。関東バスで唯一、小平市を通る。1970年代にはすでに運行されていた路線で、花小金駅にはバスロータリーがなかったことから同駅を起点とする便はなく、現存する堺十12と堺十11.14の3系統で運行していた。その後、 2000年4月1日に南口ロータリーが整備、完成されたことにより、校舎に系統を廃止、分断して南口折り返しの境16と花中を新設した。しかし、西武線の踏切渋滞でダイヤが乱れることが多かったため、北口ロータリーが完成した2006年9月30日に、本数の大半を踏切を経由しない北口発着の花09に変更し、 花10は、早朝1便のみへ減便し、その後は花0級終便後に、花10が1便運行した。しかし、花9.10は2012年5月28日より、土曜、被災の定期運行を取りやめ学校の、夏季休暇期間のみ運行する、季節路線となった。ただし、科学館休館日は運休。多摩六と科学館発着の出入庫便は、花小金井駅を経由せず、 花市駅入り口、武蔵野中央公園経由で運行する。花小金駅と科学館の間は、その後、西東京市のコミュニティバスである、花バス第4、北ルート、東営業所担当がカバーしている。境12は、向かい台町5丁目で折り返すが、向かい台町5丁目周辺は時計回りの循環経路としているため、境16は、武蔵堺方向のみ経由する。 2010年11月16日、境16は平日は日中土曜、被災は夕方以降の運転が廃止された。境17は高35と同様にビーガーデンへの足として2010年11月16日に新設された。武蔵堺駅発着路線として初めて深夜バスが設定されている。 武蔵境からの出入庫のうち平日一往復が武蔵の大学経由ではなく五中禅経由となるのは改正で高31が廃止され五中禅を通る路線が途中無停車の高34のみとなり周辺停留所に停車する路線が全くなくなってしまうためである2012年2月25日東伏見停留所が東伏見稲荷神社に改称された 2013年2月15日、花小金井三丁目定留所が小金井公園北口に八幡町定留所が武蔵野中央公園に改称された。2013年12月20日より花小金井駅と向台町五丁目事務本部を結ぶ花20.21系統が新設された。これに伴い新町五丁目定留所が事務本部 新町五丁目に改称された。中央区銀座から新宿駅、大梅街道経由で三鷹駅に至る。途中の中野坂上駅までの区間で乗車可能。新中野駅以降は校車専用となる。1990年6月18日に都営バス、杉並営業所との共同運行で開業し、月ごとに初便、0時30分発と最終便。 0時50分発で、都営、関東と担当を交代して運行していた。2000年12月12日の都営撤退後は、2便、まとめて、関東が運行している。2015年12月11日より、銀座0時30分発の便は、五日市街道経由の吉祥寺駅、北口港に変更となった。1.24.6号線を担当している。詳細は、 ムーバスを参照。第4ルートの北ルート、南ルート、田梨駅花子金井駅のみ、受託運行している。BR 従来は、田梨駅玉6都科学館の第4ルートのみだったが、ルート変更によって、南北別ルートになった。詳細は、花バスを参照。2014年9月20日運行開始。1日に往復、土日宿のみの運行。年末年始は運休。 夏休み期間は毎日運行。運賃は片道860円。バス利用特典サービス非適用。当該路線の利用客には、大江戸温泉物語の入場優待がある。希望者に割引券を配布。武蔵野営業所高井戸駅間、グランド日光東京大場対、大江戸温泉物語相互の利用はできない。2015年7月25日より、高井戸駅停車となる。 さらに2017年3月25日より国際展示場駅前に停車するようになった。井の頭通り、カンパチ通り、首都高速4号新宿線、首都高速都心環状線、首都高速11号台場線、レインボーブリッジ経由。車両は深夜中距離バス用の日産ディーゼルスペースランナー RA を重当していたが、3台中1台が事故で廃車されたのを受け、 お梅街道営業所より、元羽田空港リムジンバス131号車を移籍させており、現在は131号車が専属でついている。2017年8月に、期間限定で通常は、夜行で使用している2階建てバス120号車を運行している。武蔵野営業所管内の均一区間は以下の通り、 途中の主な経由値については先日した各系統の項目を参照。出入庫系統は略す。運賃は現金運賃で示している。IC 運賃は220円の場合は216円。180円の場合は175円である。全線と表記された系統は全区間が均一料金220円である。花9.1021は180円。 均一区間より先は220円プラス10円から30円ほど上がる。なお、西東京市内を上行する一部区間では、均一運賃220円の設定、例、伏見通り東伏見稲荷、神社、東伏見坂上東伏見稲荷、神社、向かい台町五丁目事務本部。遠区間は均一区間外だが、多摩地区の待機路運賃が適用されていない。 関東運輸局が認可。区間が記されている系統は、乗車時に乗務員へ下車停留所を申告する必要がある。また、均一区間内から乗車する場合を除いて、始発地点、途中停留所からの最高運賃に設定されていることが多い。この場合も、乗車時に乗務員へ下車停留所を申告する必要がある。以下に、少数ながら、例を挙げる。 2010年までは、日産ディーゼル工業、現・ドトラックス製の車両を一貫して導入してきた。一時期 JP といった、中型幅の車両もあったが、現在は、大型車のみ在籍している。また、深夜中距離バス用の長弱車が配置されているのが、特徴で、同車は白色ベースの塗装であり、車内は二人掛けハイバックシートが、並びシートカバーも付くなど、 いわゆるワンロマと呼ばれる仕様になっている。2010年に三菱不走の OEM 供給車であるスペースランナー A の配置を経て、2011年以降は他の関東バスの営業所と同様三菱不走製の車両の導入に切り替えられたが、2014年3月以降は導入されなくなり、新たに椅子自動車製のエルガに切り替えられ、1800台が5台、新形式のエルガ、 B1900 番台、長尺車の B1950 番台が導入されている。B3008 号車が関東バスで最後に残った3、扉車で、2013年3月現在は主に、日曜、祝日に、高レイ4で運行されていたが、高レイ4の特定日運行に変わったため2014年以降は、基地50と出入庫の基地51で、日中帯に運行している。 ムーバス用の小型車両は日野自動車製。リエッセが主力であったが、現在は車両代替により日野、ポンチョに切り替えられた。花バス用の小型車両は三菱不走製のエアロミリ m e である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。